三つ市は、新潟県中央部に位置する市であり、中越地方に属している。県内にある市で最も小さい面積となっている。観音山から望む三つ市が新潟県の中央に位置し、市中心部に新潟県土の重心がある。東京都心から約 300km、新潟市中心部から約 50km に位置し、三つ今町地区と2つの市街地が発展する。 福願都市である。古くから、暴れ川として知られる狩り屋田川が、市の中心を南北に分けるように流れ、下流では、長岡市との境界線の役割を果たし、市の外で、信濃川に交流している。市の中心部にあった三つ毛町は、狩り屋田川の北岸に位置し、全町が水没するほどの水害に、幾度も襲われてきた。三つ毛の名の由来も水に浸かる土地という意味に由来すると、 言われている。冬の時期は、積雪があり、中心部の歩道には、岩木やアーケードが整備されている。今町地区の今町商店街と見つ地区の本町商店街の一部には、現在も岩木が整備され、また、見つ地区の本町、新町商店街も以前は岩木であったが、現在ではアーケードが整備されている。道路は、幅広い地域で、小雪パイプによる山水小雪が行われ、 小説パイプのない車道や歩道、駐車場では除雪車や除雪機によって除雪が行われる、見つけ市中心部周辺の空中写真、1975年撮影の2枚を合成作成、国土交通省国土画像情報をもとに作成、周囲は 71.7km、工房は東西 21.5km、南北 24.7km となっており、市の東部は丘陵地帯、 西部は平野部となっている。海抜は最高300メートル、最低10メートルである。また、市の北部では田園地帯が形成され、地域の5割近くを田畑が占めている。1994年以降における、三つけ市の累積降雪量、最大積雪浸水位 G1 年間の平均気温は約摂氏13度であり、降水量は2000ミリメートルを超える。 日本における気候区分では日本海式気候であり春から夏にかけてフェーン現象により5月でも最高気温が摂氏30度を超すことがある一方で冬はドン天や雪が降る日が多いため日照時間がとても短く最高気温が摂氏5度以下の日がほとんどである平成以前は最大積雪量が2 0 0トルを超える年もあったが 1994年以降で、最大積雪量が1 0 0センチメートルを上回った年は19年、1995年2004年2010年2011年2018年の5回であり、最大積雪量が4 0センチメートルを下回った年は19年、1996年2006年2008年2019年2020年の5回である。特に2006年2020年は、 累積降雪量が1 0 0トルを下回っており、その年によって積雪量の変動が大きいことが見受けられる。市内の地価は2020年現在で27,266円平方メートルである。県内市町村30自治体ある中で高い方から8位であるが、隣接する長岡市39,692円。 平方メートルや三上市3337円、平方メートルより低い価格となっている。また、地価の変動率については、2019年から1.62%下落している。1999年に下落に転じて、以来21年連続の下落となったが、近年の下落率は縮小傾向にある。県内にある市として、最も面積が小さく、また隣接していた。 自治体が合併したことで、2020年現在で隣接している自治体は、下記にしのみとなる。長岡市への通勤率は32.8%となっている。江戸時代の初期頃から、地域は、村松藩と長岡藩と柴田藩に分かれて、支配されるようになった。その後、1889年の市町村制の施行と、もに、現在の地域に、南神原郡見付町、 今町ほか六村と腰しの三村が成立した。今町という名前の由来は、江戸時代の1665年に、柴田藩の神殿開発によって、今町神殿という名称をつけたことによる。北越母神戦争において1868年、今町は新政府軍と、列藩同盟軍の戦場になり、朝全体が、戦火に見舞われ、大きな損害を被る。その後、 反省が廃止され、明治政府による1889年の市町村制の制定時に、上、新田地区と合併して、南蒲原郡今町になると復興し、周辺の農村部の生産した米の取引で再び繁栄する。だが、1942年から始まった、戦時中の統制経済によって米取引は大きな制約を受けることになり衰退する。 1956年の住民投票の結果、今町は三つ市と合併することになり、三つ市今町として今日に至る、昭和、編集平成、編集2000年以降における、三つ市の自然動態推移、G22000 年以降における、三つ市の社会動態推移、G22000 年以降における、三つ市の世帯数、人口推移、G2 人口推移について、 九百四十七年に四万人を突破し、その後多少の増減を繰り返しながら、全体的には微増傾向で推移し、九百九十七年をピークをつけた。その後、少子高齢化の進行や長岡市と三上市という、新潟県中越地方の2大都市の中間に位置する、地理的条件から漁師へ人口が流出していること、また、大学進学を気にした関東への移住により、 2015年まで人口は一貫して減少している。2000年以降の自然動態について出生数は増減を繰り返しながら2013年から2年連続して300人を割っている。一方、死亡数は2000年から2004年の間は400人前後で推移していたが、 2005年に400人を突破してから2014年まで400人を下回ることなく推移し500人を上回る年もあり、自然動態による人口推移は減少傾向にある。統計によれば2004年の高齢化率は22.6%であり、その後2009年に25%を突破し、市民の4人に1人が高齢者となり、2014年4月では28.1%と10年間で、 約5.5%上昇している。また、2018年1月1日現在では 31.、31.1%となっている G3、2000年以降の社会動態推移について、転入数は2001年に1000人を下回って、以来、2014年まで1000人を上回ることなく、推移している。一方、転出数も2008年に1000人を下回って、以来、 2014年まで1000人を上回ることなく推移している。社会動態による人口推移は2002.2004から2006年には100人を超えて減少していたが、その後は100人を下回る減少で推移し、2012年には11。一方で、三つけ氏は、漁師のベッドタウンとしても機能していることで、各家族世帯や単身世帯が増加しており、人口が減少に転じてからも、 世帯数は一貫して増え続けている。また、上述したように高齢化の進行により九百九十年には三百七十三世帯だった。高齢夫婦世帯数が二千十年には千三百四十五世帯に、同じく二百四十一世帯だった。高齢単身世帯数が八百四十四世帯に、増加している。二千十年における、人口密度は五百三十六点九七人、キロメートルであり。 県内では、新潟市、つばめ市に次いで3番目となっているが、荷重地面積における人口密度では836.07人、キロメートルと、新潟市に次いで2番目となっている。また、全国平均では人口密度は342人、キロメートル、荷重地面積1平方キロメートルあたり、人口密度は1044人、キロメートルであり、三助市は、 全市町村1720自治体のうち、密度の高い方から586番目となっている。2005年度における市の職員数は286人で、あり、人口1000人あたりの職員数は6.53人と、県内の市では最小の職員数となっており、今後もこれを維持することを掲げている。2014年度歳入決算の内訳見つけ市の財政状況について、 2014年度の一般会計決算は、歳入額が157億3、422万円、歳出額が148億6、724万円となっている G4。歳入の主な内訳は、市税47億1、469万円、地方交付税41億5、813万円、国庫支出金19億7、 61万円であり、自主財源は69億8、598万円となっている。また、歳出の主な内訳は、民生費46億1、533万円、土木費23億3、665万円、総務費18億1、933万円、交際費15億769万円となっている。 歳入の中で最も大きな割合を占める市税の内訳と推移については右下グラフのようになっている。2014年度の主な内訳は固定資産税22億1、908万円、市民税15億4、47万円、市民税3億6、540万円であり、上記3つで市税の87.5%を占めている。1995年度以降における 市税打ち分けの推移 G52004 から2014年度 G6 過去の推移を見てみると1999年度の46億9800万円をピークに年々減少し2003年度には40億円を下回ったがその後40億円台を回復し2007年度に住民税が税源以上された影響もあり同年度47億1372万円 2008年度は47億8、822万円と1999年度のピークを超えて推移した。2009年度以降はリーマンショックを端に発する世界的な不況もあり44から46億円台を推移していたが、2014年度は47億円台に回復している。主な項目別に見てみると、 固定資産税について1995年度から2014年度まで20から23億円台で推移している。市民税に着目すると固定資産税より変動の幅が大きく、1995年度の19億4、400万円をピークに2005年度には12億8、500万円まで減少し、6億5、900万円の減少となった。その後、 制限以上により2007.2008年度に20億円を超え2009年度以降は17から19億円台で推移している1999年度以降における一般会計決算被災依存度の推移 G にまた一般会計決算の推移は左グラフのようになっている歳入歳出についてはもに年度によってばらつきがあるが2006.2007年度には 歳入、歳出が140億円を下回っていたが、その後増加し、2012.2013年度には2年連続で、歳入が160億円、歳出が150億円を超えている。また、歳入に占める、資材発行額の割合を示す、資材依存度についても年度によりばらつきがあるが、2004年度の12.2%を、ピークに2007年度には6.3%まで、 減少し、その後は八から十パーセント前後を推移している。九百九十九年度以降における一般会計決算、資債残高の推移、G2 資債、基金残高については右グラフのように推移している。上日のように一般会計決算では、歳入、歳出にばらつきがあるが、資債残高については九百九十九年度から二千十年度まで百四十億円台で、 大きく変動することなく推移しており、2011年度以降では140億円を下回って推移し、ピークの2005年度からは約10億円減少している。また、市の貯金にあたる基金残高については1999年度から2004年度まで減少したが、2005年度に増加し、その後は増減を繰り返しながら2013年度には、 ピークの39億円まで増加している。2006年度以降における実質交際費比率推移実質交際費比率については2006年度は14.2%であったが徐々に減少して推移していき2012年度には10%を下回り9.8%まで減少している。また2012年度の全国の自治体1742市町村ある中で 比率の高い方から991位となっている。2007年度以降における将来負担比率推移、将来負担比率については2007年度は121.5%で、あったが、上日の実質交際比比率と同じように徐々に減少していき、2012年度に100%を下回り、2013年度には77.6%まで減少している。また、 2013年度の全国の自治体のうち、比率の高い方から409位となっている。上記2つの指数と、実質赤字比率、連結実質赤字比率の4つが、地方公共団体の財政の健全化に関する、法律により、地方公共団体の財政の健全性を判断する指数として使われ、いずれかの数値が、早期健全化基準を上回ると、 財政健全化計画を策定する必要が出てくる。市の財政状況では、実質赤字比率と連結実質赤字比率については、赤字でないため該当がない。また、実質交際比比率と将来負担比率についても、早期健全化基準が、それぞれ25.0%と350%となっており、これを下回って推移している。 2005年度の経常収支比率が84.1%であり、県内の他市と比べると上位に位置し良好な水準を維持していたが、2011年度は93.9%と増加している。2001年12月に長岡地域7市町村で研究会、長岡地域市町村合併研究会が設置される。その後、本格的に合併について議論をするため、 2003年1月に長岡地域8市町村で構成する任意合併協議会が設置される。市も上記の協議会に参加していたが、2003年11月に実施した市民アンケートでは賛成が17.4%であったのに対し、反対が62.9%と賛成を大幅に上回ったため、合併協議からの離脱を表明し、後の 豪邸合併協議会にも参加せず、単独への道を選んだ。2004年の7.13水害では、狩りや田川の氾濫により多大な被害をもたらしたことから、市は防災に力を入れ、主に各3つの事業に取り組んでいる。2011年7月の豪雨では、遊水地や田んぼダムへ放流したことにより、下流域での被害を減らすことができた。越流堤、左から右へ、 水が流れていく、構造市内を流れる狩谷田川の上流域である、民生町、小川町、本名町、池の島町、大田町、河野町にある田畑を土地所有者の協力を得て、栄知海池の7カ所を遊水地として利用している、腰流亭と呼ばれる堤防の高さを周りに比べて、約2メートル低くした部分を作ることで、腰流亭の高さを超える増水があった際に、 機械や人力に頼らずに、河川の水が遊水地に流れるようになり、下流での堤防の決壊、腰水を防ぐことを可能とするものである。また、農地への影響を減らすための工夫が施されている。遊水地に入る水が川底を削ってしまうため、水の勢いを弱めるための原生湖、敷き詰めた石を金網で固定したものを置くことで土砂が田畑に流れ込むことを軽減する。 鎮射地を備えている。また、洪水が収まり、川の水が少なくなってきたら、遊水地に溜まった水を川へ排水する。遊水地として利用するために、新潟県道19号を見つけ土地汚染の一部が、かさ上げされる等の工事も行われた。遊水地貯水量約235万、立方メートル洪水調整機能200、立方メートル S 面積約91ヘクタール本町。 南本町地区に降った雨を一時的に貯めることにより、浸水被害を減らす目的で作られた。貯留管は地下約5メートルにあり、長さ586メートル、貯水量は3611立方メートルであり、それを超える場合には、狩りや田川にポンプで排水される。2010年1月に完成した。2010年から、 海浜が流域の農地や市街地の浸水を軽減することを目的に豪雨によって洪水となる恐れがあるときに、田んぼに一時的に水をためる田んぼダム事業に取り組んでおり、1200ヘクタールの水田によるダムを造成中である。田んぼダムの効果について、県の協力を得て、新潟大学が検証したところ、 計画区域内で100%田んぼダムを実施した場合には、今町市街地においては、床下浸水を99%、床上浸水を100%減少させることができるという結果が出た G7。古くから繊維、ニットが盛んであるが、近年ではプラスチック製品、金属製品、一般機械器具製造業の製造品出荷額が増加し、 製造業の主力となっている。これは、新潟県中部産業団地が、市の西部に位置し、補助金や助成金、固定資産税の一定期間の免除などの優遇措置を取り、製造業や、運輸業、卸売、小売業などの誘致を行った結果、企業の進出に成功しているためである。日本郵便が、新潟エリアの地域区分郵便局として、中部産業団地内に、 敷地面積約5万平方メートルの物流拠点を新設する予定であり、完成は2016年度秋頃となっている。国道8号見つけバイパス沿いの郊外型店舗ここ、数年で小売業が市内に進出してきている。また、既存店舗もリニューアルオープンするなど近年は都市化が進んでいる。ただ、市内にゼネラルマーチャンダイズストアや百貨店はなく、そのようなところへ行くときは、 長岡市や三条市、新潟市まで行く場合が多い。見つ地区には新町、本町商店街があるが、シャッター通りではないものの、以前に比べれば集客力は落ちている。この商店街では、ここでしか手に入れることができない市の特産品や、日用品などを販売する小売店があるほか、委員や銀行なども点在しているため、利便性には長けている。また、 市内各地に県内を中心に展開するスーパーマーケットがあり、くずまき地区にはショッピングセンターがある。今町地区は交通量の多い国道8号が通っているため、それを活かした店舗が並んでいる。主に娯楽施設やスーパーマーケット、ホームセンター、大規模なスーパーセンター、飲食店などがあり、見つけ地区に比べ都市化が進んでいる。その他、 日用品等の販売をしている今町商店街もある。2006年以降における、見つけ市の主な業種別の製造出荷額等推移、G22006 年12月31日における、市内の従業者4人以上の製造業の状況は、事業所数169、従業者数4802人、製造品出荷額等804億に218万円であった。 これを2005年のそれと比較すると、事業所数は急減少したが、従業者は101人の増加、そして製造品出荷額等は12億9485万円の増加となり、製造品出荷額は2002年をそこに4年連続で増加している。これは一般機械器具製造業やプラスチック製品製造業、 金属製品製造業などが大きく出荷額を伸ばしているためである。また、製造品出荷額の業種と比率は、以下の通りである。G8 プラスチック製品172億円、一般機械器具138億円、金属製品128上述の2006年から事業所数は30減少し、従業者数は342人の減少。そして、製造出荷額等は3億5。 270万円の減少となっている。また、製造出荷額の業種と比率は以下の通りである。G q プラスチック製品176億円生産用機械器具153億円金属製品153億円繊維工業品111億円食料品99億円2011年以降については可評のように推移している。事業所数については、 2006年から一貫して減少しているが、従業者数や製造出荷額等については増減を繰り返しながら推移している。G10 また、三つけ勇気、三つけ小倉、ニットなど繊維工業が伝統的な地場産業であり、近年製造品出荷額は減少しているものの、1990年にはデザイナーである腰の純子と業務契約を結び、 商品開発の指導を受け作成した商品がパリコレクション、東京コレクションに発表された。その1年後には純子子市の見つけコレクションが開催された。1993年から秋にニット祭りが開催され、1998年からは毎年4月第3土日曜日と11月第2土日曜日の年に開催されるようになる。共同会場であるネーブル見つけのほか。 市内の各ニットメーカーを会場に幅広い品ぞろえの高品質な製品が販売され、地下の半値以下の商品もある。日頃は生産地であり、種目的には販売は行っておらず、この時に買わなければ手に入れることができないものもあり、市内外から多くの人々が来場し、見つけ市の一大イベントとなっている。ニット祭りの他にもファクトリーアウトレットショッピングという、 ニットメーカー工場の隣接地に共同販売スペースがあり、市内の各ニットメーカーが生産した製品を購入することができる。また、ガイド付きの製造工場の見学が可能となっており、観光バスツアーが組まれることもある。農家の総数は2010年現在で1355個となっており、そのうち販売農家が1019個であり、 農業従事者数は3298人となっている G11、経営耕地面積は2370.4ヘクタールであり、そのうち多が2240.0ヘクタールを占めている。また、畑の総耕地面積117.9ヘクタールのうち、普通畑が95.3ヘクタール、受援地が12.5ヘクタールを占めている。 2006年における農業産出額は49億1000万円で、そのうち米が27億2000万円、畜産の合計が18億5000万円、野菜が2億2000万円、果実が6000万円となっており、農業産出額の99%近くを占めている。また、販売農家の95.8%にあたる976個が米を生産している。 G12 中部産業団地内にあるサンアロー、新潟工場見つけ市内を地区に分ける場合、以下のように小学校の学校単位として区分することが多い。これは昭和の大合併以前の拡張村の範囲を基礎としている。また、市は2006年度より地域自治の運営支援を目的に地域コミュニティ事業を行っており、2018年度までに11、 地域コミュニティが発足している G14 三つガス化学工場市内の上下水道は三つ市上下水道局都市ガスの供給は北陸ガスが行っている水道事業は三つ町時代の1938年に始められたもので当時の計画給水人口は1万5千人0人百七十一年には編入後も三つ地区と独立した事業であった今町の水道事業を 翌1972年には隣接する中野島村の水道事業を統合した。また、市内4カ所に存在した簡易水道事業も1993年の小栗山簡易水道を最後にすべてガス上下水道局に統合された。G15 以後、三つけ市及び中野島地区一円を事業地域とし、計画給水人口6万2100人。 最大給水量4万7千立方メートル、比で水道事業を行っている。2006年度末の時点で、三つ毛市ガス上下水道局が事業を行う三つ毛市、及び中野島地区の水道普及率は99.9%と、極めて高く、そのうち長岡市からの水道供給を受ける6人を除く、全世帯が三つ毛市の水道を利用している。 G16 ガス事業は、1958年に石油資源開発がくずまき地区で石油製敷屈を行ったところ、石油ガスが埋蔵されていることが確認されたため、同年12月25日に事業許可を得て、三つけガス供給所の工事に着手し、1959年10月26日に三つけ地区、同年12月10日に今町地区、 1962年12月に中野島村の一部への供給を開始した。その後、1977年12月に中央ガス供給所休憩ホルダーを建設し、1996年12月には同所に休憩ホルダーを増設している。G17 また中央ガス供給所の近くに新潟県の重心点が位置していることから、休憩ホルダーにはここは、 新潟県のど真ん中と書かれている。2020年4月1日、公営のガス事業を北陸ガス2乗とした。平成24年度の供給状況、G18 年度末需要化数、12,102個年間販売量、1,500、全域が東北電力ネットワークから供給を受けており、電源周波数は 50Hz である。郵便番号の上3桁は、 全域で954である。三つ市では、人口で述べたように高齢化が進行しているため、2002年、よりつくば、ウェルネスリサーチと共同で、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせたプログラムを開発し、寝たきり、予防やメタボリックシンドローム対策の一環として、健康運動教室を開くなど、三つ市を日本一元気な街にすることを掲げた。 生き生き健康づくり事業を推進し、市民特に中高齢者の生活習慣の改善を積極的に行っている。このことは平成19年版高齢社会白書においても取り上げられている。このプログラムを導入した3年後には、健康運動教室参加者の医療費が年間1人当たり27.0万円となり、同年齢の平均より約10万円抑制たという結果が出ている。 2011年に竹幸長寿社会を創造するスマートウェルネスシティ総合特区に参加することとなり国と見つけ市の田越市ともに竹幸ポイントプロジェクトに取り組んでいるこのプロジェクトは市が実施する健康づくりプログラムに入会参加継続することでポイントが溜まっていくというインセンティブを与えることで健康づくり無関心層を含めた 多数の市民の行動変容を促す施策として期待されている。参加者はたまったポイントを見つけ市地域商品券、地域への寄付に利用することができる G19。また、2007年4月よりメタボリックシンドローム対策のためメタボレンジャーとして市民の男性5人をモニターに内臓脂肪を解消するために食生活や運動などの生活習慣を改善させ半年にわたり 経過を報告し、5人全員が成果を上げることができた。1992年に、三月市立成人病センター病院が開設され、その後、敷地内に介護老人福祉、保健施設や保健福祉センターを配置し、医療の里として地域における医療、保健、福祉のネットワーク化を図っている。また、各地に養護老人ホームや老人デイサービスセンターが配置されているほか、 今後も施設を増やすなど、福祉の充実に取り組んでいる。ネーブル見つけ2004年、市民交流の場としてネーブル見つけができる。ネーブルとは、へそを意味し、見つけ市が新潟県の中心にあることから名付けられた。建物は撤退したスーパーを整備し直し、喫茶コーナーや健康づくりセンター、子育て支援センター、学習室、雇用情報コーナー、 そして市内にある各店の特産品を販売している未来市場などがある。また、建物内に町の駅があり、産業コーナー、歴史、文化を紹介するコーナー、近隣市町村の観光コーナー等が整備されている。施設内では様々なイベントが行われていることや、施設自体は22時近くまで利用できること、また、敷地内の施設を有料で借りることができる G20 ほか、 コミュニティバスの停留所も近く、市民の憩いの場となっている。その他、見つけ市役所の町づくり課も置かれ、また、災害時において、救援物資を一時的に預かったりボランティアの受付窓口が臨時開設されるなど、市民活動の拠点として、様々な役割を果たしている。 毎年7月には、観光物産協会主催の越後見つけへそ祭りが開催され、協会に加盟する企業が出展し、特産品の販売、ご中元の予約受付、創作弁当の販売、B 級グルメ、どんどん焼きの無料試食会や見つけ師のイメージキャラクターの登場等様々なイベントが開催されている。市内に、住所のある18歳未満の子を2人以上養育する、 保護者を対象に、多子世帯の経済的負担を減らすことを目的に、市内にある共産企業の各店舗で商品の割引、景品、ポイントの贈呈などのサービスを受けられる子育て応援カードを交付しており、2015年6月18日現在で112店舗が共産し、4月1日現在で1977枚のカードが交付されている G21。また、 コミュニティバスや一部の保育園で行っている一時、保育など市が行っている事業の一部でも利用料が安くなり、一時保育については半額まで割り引かれる。一方で、共産店舗は事業者の名称やサービスの内容をホームページと冊子を使い、対象者に知らせられるので、宣伝効果があり、市と共産事業と市民にそれぞれメリットがある。このカードについては、平日は、 市役所4階にある教育委員会子ども会や保健福祉センター、各地の子育て支援センター、今町出張所で、土日曜日はネーブル見つけないの子育て支援センターで申請をすることができる。新幹線、編集地域は上越新幹線の沿線だが、市内に駅はない。長岡駅が最寄りとなる。在来線、編集地域は東日本旅客鉄道新越本線の沿線と、 なっており、三つけ駅がある。東日本旅客鉄道新越本線過去、編集サイクリングロード1915年より、越後交通が運営する越後交通土地汚染が、三つけ市街地を経由していたが、1973年に、上、三つけ駅土地を現在、廃線跡地の一部は、コンクリートなどで舗装されサイクリングロードが整備、されている。 一般道と交差するところでは、車に注意を促すように青く塗装した上に、横断歩道が敷かれている。三月市立南中学校の上茶丹地域の児童の自転車通学に利用されているが、除雪が行われないため、雪が積もっている場合は利用できない。三月川及び周辺のバス路線図。今町側は別図掲載。三月市。 コミュニティバス2018年4月現在では、三つけ、今町両中心街と三つけ駅を結ぶコミュニティバスのほか、長岡市や三条市と市内を結ぶ越後交通の路線バス、市内の公園をめぐる緑の回路バスが運行されている。また、市内各地区にデマンド型乗り合いタクシーも設定されている G22、見つけ市、コミュニティバス、三つ市が三つ市街と混。 町をつなぐことによる市街地活性化や市民生活の利便性向上、排気ガスによる大気汚染の軽減を目的にコミュニティバスの導入を検討し、2003年と2004年に2度の実証実験を経て2004年10月1日より本格的に運行を開始させた。越後交通が市の依頼により運営している上、見つけ車小前引く道の駅パティオ新潟を 運賃100円、G23 で運行されている。1日乗り放題パスが大人200円、小学生100円で販売されている。2006年度の乗車人員は約4万9000人であったが、2016年度には約15万人となり、年々乗車人員は増加している。1日あたりの運行便数について2009年は16便だったが、 年々増便し2016年には51便となり、利便性の向上が図られている G24、G25、G26。2013年からはスイッチ情報サービスシステム、どこですかによって、バスの現在地をパソコンや携帯電話から調べることができる。見つけし、コミュニティバスナビゲーションが運用されている G27、エチ交通2018年4月現在。 東資池を通る便は以下の通りである G28 緑の回廊バス4月から10月まで土日曜日に市が所有するマイクロバスにて市街地周辺の公園をめぐる緑の回廊バスが無料で運行されている G29 太平森林公園に市民の森に行った公園観音山公園チャプチャプランド見つけ駅ナチュラルガーデン川柳から見つけイングリッシュガーデン過去の路線 編集2007年6月より、国土交通省のパークライド実証運行の補助金を受け、三つけエクスプレスの運行が開始された。下りの上越新幹線が長岡駅に到着した後、10分後に長岡駅を出発し、三つけ島で最短20分で営業運行されている。また、上りの上越新幹線の長岡駅到着にも、合わせて約三十分前に、 長岡駅に到着するように営業運行されている。このように、首都圏見つけ間の移動時間がより短縮され、また利便性も高くなっている。運賃は距離に関係なく片道1回につき500円であり、回数券も販売されており、この回数券は長岡駅東口の越後交通案内所でも買うことができる。2007年11月からは、 運行時間を拡大したほか、停留所を追加したため、新潟県中部産業団地と、市役所、ファミリア前、中央公民館前、上、見つけ車庫前の5カ所で乗降することができるようになった。これらの停留所では、パークライドの実証運行であるため、それぞれ駐車場が整備されていたが、利用者数の低迷が続き、アンケートの結果2010年3月31日を、 もって、休止となった。高速道路、編集一般国道、編集主要地報道、編集一般県道、編集道の駅、編集4月から11月までの間、無料の見つけ、レンタサイクルが実施されており、2018年現在では、市内8カ所が貸し出し場所となっている G30。祭事で有名なものとしては、今町、中野島大田合戦と、 見つけ祭りがある。今町、中野島大凧合戦は、毎年6月の第1土曜日より3日間開催。狩りや田川の東岸の今、町側と西岸の中野島側に分かれ、凧をあげて綱を絡め、綱が切れた方の組が、負けとなるもので、100枚もの身の市を張り合わせた、長さ4メートルを超える六角凧200枚が、勢いたけしに吹く風により、 空高くまで掲げられ、大空を華麗に舞う有様は、多くの見物客を驚嘆させる。見つけ祭りは、毎年7月後半に開催され、市民の夏の風物詩となっている。商店街を通行止めにし、見つけ民謡や見つけ温度の大民謡流し、損林、出し、花火大会などが催される。なお、や林は、県内の祭りで唯一行われている催しであるため、 見つけ祭りの名物となっている。また、多くの露店が道に並び、例年たくさんの人々で賑わっている。花火大会のメンダー上業者は、新潟園加工業であり、2007年の花火大会では、2005年より、長岡大花火大会において打ち上げられている7.13、水害、中越地震、豪雪の3つの自然災害からの復興を願う、復興祈願花火。 フェニックスがユズの栄光の花境に合わせて3分間以上にわたって打ち上げられ多くの人々を魅了させた。また、見つけ夏コレクションと題した全国有名花火師によるデザイン花火も打ち上げられた。主な花火師は秋田県で行われる第80回全国花火競技大会で内閣総理大臣賞を受賞したベニヤ・アオキエン。見つけ夏 コレクション2008.2009新潟県の重心点とガスタンク、三つけ市くず巻2丁目5番20号に新潟県の重心点の石柱モニュメントが設置されている。この値は新潟県の形状を切り抜いた際の重心として国土地理院の数値地図をもとにコンピュータにより算出されたものである。近くのガスタンクにはここは新潟県のど真ん中と書かれている。 ハンディ型 GPS 端末や GPS 形態で、新潟県の重心点の石中モニュメントの抜印で、測定すると同じ座標か近い座標が確認することができる。2011年3月11日に発生した東日本大震災による地盤の移動でずれているため、厳密には現在このモニュメントのある場所は、正確な重心点ではない。車を駐車するスペースが少ないが、 軽自動車2台分ある。また、付近に車を止めることが可能である。新潟県のへそにちなみ、へそラーメンが名物であるが、これは2002年に市内の飲食店が共同で企画したもので、市内の各店舗で食べることができる。市内の飲食店でへそラーメンを作っているのは9軒あるが、ラーメンに乗っている具が店によって異なるため、ある店での味わいは、 そこの店でしか味わうことができないものとなっている。ログハウスから望む大平堤市の北東に位置し、江戸時代に農業用水の不足を補うため、王将や小林六左衛門が大平堤を完成させた。市内随一の貯水量を誇った、このみは水不足に悩む農村に多くの恩恵を与え、その後、1987年から現在の太平森林公園となった。 G31、約53ヘクタールの園内には4.3ヘクタールの大平包みがあり、キャンプ場やバーベキュー施設、魚釣りなどアウトドア向けのスポットとなっており、ゴールデンウィークや夏休みなどは多くの人々で賑わう。また、全長17メートルの滑り台やトリム施設、10人乗りの E ボート、遊歩道があり、子供から中高年者まで幅広い年齢層が利用している。 太平森林公園その他、4月の開園イベントでは、見つけ大根や焼肉食べ放題、触れ合い動物コーナーなどが開催される。なお、バーベキューについては、利用日の1週間前までに予約をする必要があり、キャンプを団体で利用する場合や、e ボートを利用する場合にも、要予約となる。また、公園内太平定での釣りは、水質等環境保全のため、一人1日200円の、 協力金をお願いしている。遊歩道は包みを一周できるほか、中部北陸自然歩道が通っており、コナラや赤松などの木々の中を歩いて森林浴を満喫しつつ、春は山菜採り、秋はキノコ狩りといった季節の変化を楽しみながら自然と触れ合うことができる。公園内にログハウスがあり、お菓子や飲み物を販売しているほか、市の特産品も扱っている。また、 自動販売機コーナーも設置されている。ログハウスの営業期間は4月から11月中旬頃までである。観音山公園、しだれ桜観音山公園、観音山公園、あじさ市の東南に位置し、両公園合わせて面積約10ヘクタールとなっている。海抜60メートルほどの小高い山の上にあり、東方には岳、スモンガ俗は竹が、西方には、 市街地が眺望できる。道沿いには桜並木が続き、春にはソメイヨシノを中心にしだれ桜、八重桜が、梅雨時には4000株のアジサイが咲き誇り、訪れる人の心を和ませてくれる。2006年には水道さんの家がリニューアルオープンし、日中はオープンスペースとなっており、休憩の場として利用することができるほか、 テラスにはベンチが設置されており、スモンだけや泡が竹を望むことができる。また、新商社やお年寄りでも、気軽に立ち寄れるように乗り入れスロープが整備されている。霊温大輪の代表的な樹種でアコーザンに、分布するブナと新潟県内では定地に分布する、アカシデが混成しており、1985年9月に、市の文化財として、指名とされ、樹齢400年以上の自然林は、 新潟県部名林百選の一つとなっている。また、1974年3月文化庁発行の新潟県主要動植物地図には価値の高い生物群集として記録され、1983年3月発行の新潟県の優れた自然では、暖音帯から冷温帯への移行帯付近の落葉自然林として取り上げており、その保護の重要性を強調している。 市の東部に位置し、杉沢町にあることが名前の由来である。杉の改良品種を植栽していた新潟県見つけ、林木育種園の跡地を里山の自然体験や環境学習ができる県民の森として新潟県が整備したものであり、2004年からイベント広場やクラフトや木工などに利用できる作業棟が整備され、その後、市に移管し2008年からは市が管理をしている。 約20ヘクタールの敷地にはイベント広場、作業棟があるほか、見晴らしあずま屋からは越後散山が一望できる。遊歩道は全長約3キロメートルあり、その途中には水場所が楽しめるビオトープもある。湿地帯には体長約2センチの八丁トンボも生息している。また、樹木の伐採など林業体験にも挑戦できる。 日田公園市の中央部に位置し小高い山の上にあるため市街地を眺望することができる。桜の他に筒子の名所としても知られている。また、氷炭のような形をした池や灯籠、庭石などがあることから日本庭園のような風景が見ることができる。そのため秋には紅葉スポットとしても人気がある。江戸時代は村松藩を買って方、御用達、 原山市が所有していたが、その後、今町の祖宝家日田市が所有し、日田周平が庭園を造成し、神殿学園と名付けられ、1931年に当時の見つ家町に寄付され、日田公園となった。ガーデン内にある、噴水広場市の北部に位置する中部産業団地内に位置する。詳細は、新潟県中部産業団地見つけ、イングリッシュガーデンを参照。 今町と長岡市の境界付近に位置する。詳細は記事を参照。大田町の大田神社の山近くに地元の清水がある。名水に指定されていないが、水は美味しく、夏場などは、人は順番待ちになる。いろいろなところより車で水を汲みに訪れる人が多い。所在地は、椿沢町、越後33観音札所巡礼地第16番、札所、戦国時代に、 上杉謙信も、当時の戦時観音を深く信仰し、祈願成就の返礼として、寺療、仏が、神虎唐令状をつけて寄信し、今も、寺宝として保存され、本尊と共に一代一回の会長となっている。母親戦争で戦場となった、当時の椿沢村において、焼き討ちを免れた数少ない建造物の一つでもある。所在地は小栗山町。 越後三33観音第17番札書。七床山と呼ばれる裏山に、京塚街と名まれ、同生仏像等が出土した。毎年8月10日、17日に上演される、獅子舞は、見つけ獅子無向け民族文化財となっている。2010年までの所在地は、名木屋町、廃校となった北谷中学校の校舎を利用し1980年6月に、開館され、 その後2010年4月に学校町に移転した。地域に住む人々が長い間営んできた仕事や暮らしの中で生み出し積み重ねてきた知恵や工夫を紹介しており、基本テーマは旗、暮らし、見つけに設定し、見つけの古くからの地場産業である旗を中心に米作りのために必要な農業生産用具、衣食住全般の様々な生活用具などの民族資料や、 市内の遺跡で発掘された、考古資料を収集、展示するほか、市民向けに、旗折講座や、陶芸入門教室も開催している。発祥の地は、山吉町。山条町美化のもとで勢力を持った、山条町、ついで、騎馬城を有した、長尾杉氏と共に、出羽国米沢藩へ移る。ありがとうございます。